前回言ったんですけども実は機動戦士ガンダムでですねあのはっきりと人格を持って成長したって言えるのは僕はあのアムロとシャーとカイこの3人だけだと思ってるんですねもちろん他にいいキャラになった人いるんですよなんだろうな二面性を持ってたりあのー 成長したたりとかです、ね、いいキャラになった人がいます。例えばフラウボーもそうですしブライトさんなんかも本当にそうですよねあとスレッガーさんのうちに出てくるあと、まあ、ドズルザビにしてもですねあとまあなんだろうガルマにしてもです、ね、ガルマにしてもその最後の方でいい生き様を見せてくれたあとはマクベもねアンが実はいいキャラだしランバラールンですごい人気ありますねでもこれらのキャラクターっていうのは実は成長はしているとは言えないんですね。じ 奥に持っているいい部分を見せていいキャラであるって言うのを見せただけであって、実は成長してない成長したという。ふうに言えるのは例えば。その後にガルマを裏切って殺すしてしまったことによって、自分の中で引っかかりが出てで、それによってザビ家打倒という風うなところから一生懸命脱出しようとして、結局それを何だろうな。ララーを殺してしまった。アムロ君と。 和解できないまま最終回にまで感情のごちゃごちゃを持ち込んでしまう者。これは確実にキャラクターとして成長してるというのかな葛藤があるんですね内面に。であとアムロっていうのも一番最初の,あの居場所がないのからだん,だん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 居場所があるのになってきてところが居場所があるんだけどもその居場所っていうのは だろう単に自分の能力だけを見てるもんだそれで拗ねて砂漠の街でホワイトベースから家出してで帰ってきてでその後、自分がどん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 変化していくでおあの昔行き別れになってしまったお父さんとの出会いとかいろんなものがあって人間的なな成成長長といいううののを、成長っていうのかな喪失って言ってた方がいいですね。失うものが多いあまり成長せざるを得ないということをアムくんは経験すると。 開始でもです、ね、そのこの時は正論を言って突っ込むだけの人間であって周りから誤解されやすいんですけど実はかなりクレバーでんだろうな僕らオタクの実は「機動戦士ガンダム」の中でオタクを体現しているキャラクターって誰かっていうとじゃあその「怪」がどのようにしてアムロみたいに能力で自分の居場所を なんだか背負っていくんではなくて、どうやって貝が背負っていったのかって言うと、貝もまたやっぱり大事な人を失っていって自分自身がホワイトベースのクルーを見放そうとした時に何だろ。見放せないことが分かってっていう。そういうなんかね。すごい回り道をしながら、少しずつ自分の位置を掴むということをやってるんですね。で、この3人のみはすごい成長しているキャラクターで、実はガンダムの中の。僕はその主役キャラだという風に思っているんです。けれども。まあ、まあ。 この時のですね、やっぱり生き方っていうのはねあの、うん、ピノキオに出てくるあのジムニークロケットっていうです、ね、あのコオロギがいるんですけど、ね、ディズニーのピノキオに出てくるあのディズニーのピノキオというのは女神様がピノキオっていう木の人形に命を与えるでも命を与えるけどあなたは善悪がわからないから両親の象徴として善悪を教えてくれるコオロギをあを友達につけよう でもそのコオロギはすごい非力なんですね。なのでピノキオに対していつもいつも耳元で口へ。あのうるさく言うしかできない。だからピノキオはいつもジムニークロケットの。言うことを無視してやりたいように振る舞っていって、どん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 選ぶことになってしまうという。キャラクターなんですよ。あの。人狼人間機械だって石森章太郎のですね。この。漫画の中でもですね。あの。なんだろうな。機械だっていうのはこれ右半分が。あの。 青で左半分が透明になってますね。でこれをさあの作品の中でも見にくいっていうふうに言ってるんですね。でえ未完成で見にくいと本当は完全に変身できたらロボットとして変身できたら全部がこの青い側で統一されるはずだとでも変身しきれなくてですねこの半分機械が見えてしまって見にくい体だっていうふうに作品の中で言われている。なんでそんな見にくくなったのかというと機械ダーは良心回路っていうのが入られいられてしまっているとなので。 機械になりきれないんですね。何か善悪というのが分かってしまうと、そういう善悪を分かるサーキットチップを入れられてしまった。それを良心回路。その良心回路にはジェミニーって名前がつけられてるんですね。ジェミニークロケットのことです。あのピノキオの中、この人造人間機械だっていうのを、まあ、そのうちこの、このこの全五巻の漫画、なかなかすごい漫画なんです。<laughs> そのうち全話解説やりますけども、いかにしてその。 ピノキオというお話、人間の心を持ってしまった人間でないものっていうのがいかに生きていくのかというですねすごいこうさすらいの物語ですその中で不完全な良心回路それがジェミニーと呼ばれているものがですね、えー、ただ単に人に復讐し,復讐したい。 人の言うことを聞いていたいっていうもう一つのですね、復讐回路っていうのがあって、それはイエッサーって名前なんです。ジェミニーとイエッサーって二つの回路をなんか取り付けられてしまった機械だっていうのが最後の方に出てきてですね、大クライマックスに至るんですけど。その、海始伝っていうのはですね、この機動戦士ガンダムの中でジェミニーの役割ですね、良心回路の役割なんですね。で、どちらかというとその良心回路の良心っぽさっていうのが未来さんに出ていて、で、それが ジャークなツッコミというのかな、あの人の心がないツッコミみたいなものを開始点が引き上げている構造になっています。<laughs> はい、お疲れ様でした。無料今日はここまでです。えー、すみません。いきなりですね解説前半でですね機械談の話が延々長くてすみませんでした。<laughs> まあ,あのこんな風に何だろうなあの。 全方位から語りたいんですよ。ガンダム語る時っていうのはいろんなところから語っていきたいのがまあそういうふうにやりたいのが「ガンダム講座で」でこれからもですねあの脱線あるけどよろしくお願いします。